軽井沢のバス転落事故。なぜ事故は起きたのか、その背景と改善策を探る。長野県軽井沢町で起きたスキーツアーのバス事故。渋滞となっていた千葉県の大学生が昨夜亡くなり、死者は運転手2人を含む15人となりました。犠牲者の多くは20代前後の大学生でした。 今回のバス事故をめぐっては事故を起こしたバス会社やツアーを企画した旅行会社の運営体制も問題になっていますバスを運行していた ESP は運転手らの健康状態などを記録する乗務員台帳を作成しておらず運転手に渡された運行指示書は発着地しか書かれていない不完全なものでした また事故を起こした運転手は大型バスの運転経験も浅かったことも明らかになっています一方ツアーを企画したキースツアーは法定基準の下限を下回る価格でバスの運行を依頼しこれを受けて今回 ESP は下限を8万円も下回る19万円で受け負っていたことも明らかになりました バス業界をめぐっては国の規制緩和を受けて新規参入が相次ぎ格安ツアーを掲げる過投競争が激化したことが指摘されていて今日、国土交通省などは全国の貸し切りバス事業者に対する緊急の調査を実施することを明らかにしました。 2012年の関越自動車道の大型バスの事故などこれまでにも大きな事故を起こすたびに規制を強めてきたにもかかわらずなぜ再び事故は起きてしまったのか今夜はこれまでに明らかになった情報をまとめその背景と改善策を探ります、はい、あのリスナーの方からも既ですで、ね、にバスの運転手をしていましたとか、はい、えバス業界で働いていますとか、ええ、いろいろな立場の方からのメールも いただいております。はい、今日はですね、す本当にさまざまな角度から考えていきたいと思っております、はい。では今夜のゲストをご紹介します。高速バスマーケティング研究所の成里隆一さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは。よろしくお願いいたします。こんばんは。いいえー、成里さんは1972年兵庫県のお生まれで早稲田大学卒業後、楽天バスサービス株式会社などを経て高速バスマーケティング研究所を設立、国土交通省のバス事業のあり方検討会など の委員などを務めていらっしゃいます。はい、高速マーケティング研究所。普段はどういった活動をされていらっしゃるんですか。あの当社はまあバス会社向けのコンサルティング会社なんですね。はい、でまあ本来私の専門は。 お客様をどう増やすかとか、はい、新商品の企画どうしようかとか、えー、そういうことが専門なんですけど、まあ、国土交通省の委員、いろいろやらしてもらっている関係で、まあ、制度改正とか、はい、そういったことのお手伝いもすることが多いですねなるほどあの例えばツアーのあり方とか、そうしたようなアイディア出しみたいなものを会社の方とされることがあるということ、ねうん、そ,うそうなんです、ね本当はあの高速バスの、例えば超豪華座席をどんなふうに作ろうかとか、はいまあ、あるいはまあインターネットでどんなふうにお客様に集めようかとか、えーまあ、そういったことが本来の専門なんですけども 今回、話題となっている、例えばその低価格とか、えー、そうした価格面での,あのアドバイスというのは、どういったものが多いんですか、まあ、そうですね、あのまあ、私の場合は、実は貸切バスのツアーというよりは、はい、都市間を走る高速バスのお客様が多いんですけれども、今、高速バスもあの規制がいろいろ緩和されまして、はいえー、値段をいろいろ自由に変えられます。はい、で航空会社ととかかホテルががそううななよよにに需要を読みながら、うん、曜日とか季節によって、はい 乗車率を予測しながら、大雑把に言うと、お客様が少なそうな日は値段を下げたり、逆に多そうな日は値段を上げることで、全体の売り上げを確保していくっていう、レベニューマネジメントって手法があるんですけれども、例えばデータ分析の仕方とかですね、そんなことをいろいろアドバイスしそうですよね、失敗したら悲劇ですもんね、あの客にとっても、会社にとっても。その通りですねこんなにすっかすかなのに、ものすごく高く取られたってなるそうなんですね、そこはピタッとはまれば結構面白かったりもしますよね。 はい、今お話に出たその高速バスと、それからその貸切バス、えー、はい、その違いというものを教えてくださいそうです、ね、あのお客様から見ると、高速バスというのは大体都市間、東京から、はい、まあ遠くだと大阪とか、はい、で近くだとまあ首都圏の水戸とか、つくばとか、道、はいうん、転換を結んで、まあ、切符を買って乗る。 まあ特急電車のバス版みたいな、うん、特段観光とかもつかない、はいはい、それが高速バスなんですね。移動のためのシュラーとしてお洒落通りですね。はい、でそれに対してまあバスツアーというとまあ観光とか宿泊とかセットされていて、うんえー、まあ今回の例の件で言えばスキー場のリフトとか宿泊がついているというのは、はい、それがまあバスツアーなんですね。<ー>でただあのやってる方からしますとね、高速バスは、えー、バス会社が自分で商品を企画して、はい、で毎日同じところを走って。 お客様は直接バス会社に申し込む、うん、それに対して、えー、ツアーっていうと、やっぱり宿とかいろんなものがくっついてきますんで、えー、商品を考えて営業する主体は旅行会社なんです、<う>で旅行会社は、まあ、今回の長野県ぐらいであれば、バスだけで行けますから、バスをメインの交通手段にしたバスツアーを組みますし、例えば同じ月ツアーでも、これが北海道のニセコだったら、 飛行機をメインにしたツアーにして、臨機をバス会社を手配するっていうふうな形で、いろんなパーツを組み立てていくのが旅行会社。なので、バスツアーだと、お客様が申し込む先は旅行会社になるんですね。これ、関係性としては旅行会社と、その場合のバス会社というのは、旅行会社が発注をして、バス会社が受注するという格好になるわけですか。はい、今回のように、バスの運行ということ、観点から見ると、旅行会社が発注者と。 いうことになります、ねはい、その時のバス会社としては、どんな競争をして、うん、例えば、えー、と旅行会社と、まあ、最初からも組んでいくのか、それとも旅行会社に向けて、複数のバス会社が手を挙げるという格好になるのか、うんまあ、そこはいろんなケースがありまし、ねはい、であら,あ,のあらかじめ旅行会社が特定のバス会社のもう何台というのをもうキープしていて、はいで、その枠の中でやりくりするときもありますし、はい、今回のような、今回の例をいろいろ聞いてると。 これ旅行会社の側もかなり小規模で新しい会社、はいで、バス会社の側もかなり小規模で新しい会社、はい、で間に1社入っていますので、仲介、はい、会,会社が。おそらく、えー、旅行会社としては、自分でバス会社と直接いろんな縁があるというほどのまだ経験とかもなくて、はい、そういう仲介会,会社にも手配を、まあ、お,お願いをして、仲介会,会社は今度、いろんなバス会社と付き合いがあるので、はいえー、その日に空いてるバス会社に。 発注したとということなんんだと思うんです、ね、なるほど、はい、その仲介会社というのは、うん、まあ今、いろいろなバス会社と知り合いだって話ありましたけど、えー、どういった手配をする会社なんですかあの基本的には、その旅行会社からい、いくつかの旅行会社から、この日に何台、こっちの方に行くバスを、はい、は欲しいというふうなオーダーを受けてで、それぞれバス会社のバスや運転手の空き具合とてその日にの日によって違いますし、えー、旅行会社の側も、うん、スキーに得意な会社とか、 それから学校の遠足の得意な会社いろいろありますのでそれぞれのこの日はこのバス会社が空いてるからちょうどいいとかあ,のあるいは例えば。 えそうですね、例えばお客様がの集合場所が、例えば八王子の方だから八王子に近いバス会社がいいなとか、はいはい、そういうことも配慮しながら、手配をしていくっていうのがまあ仲介会社ですね時間帯によって別のバス会社をあの発注することもあれば、例えば場合によっては同じ時間帯だけど、3台をこことか、そういうこところもありえるあのいろいろありますね、例えば一つのツアーにたくさんのバス会社が来ることもありますし、だから仲介会社というのがその場合に機能する、はい、そういうことですね。会社が入ることは珍しく 珍しくはないし、法的にも格段の問題はないと思いますね、はい、むしろ、例えばさっき例に挙げた通り、えー、北海道ツアーを組みます、東京の旅行会社が。はい、っていうと、北海道のバス会社を手配しないといけませんから、はい、当然、北海道のバス会社、たくさん知ってるわけじゃないですよね、はい旅行が、東京の旅行会社は。で、一軒一軒電話かけて回って、何日空いてますかって確認していくのはすごく手間なので、はい、じゃあ、北海道の得意な仲介会社に頼む、このこと自体は格段問題はないと思いますね。はいはい でそうして、仲介会社などを、まあ、えー、頼りながらツーアーを組んでいく。これが旅行会社のまあビジネスプランということになるわけですね。そうですねはい。はい こうしたその旅行会社の,そのビジネスプラン、バスを含めたものというのは、うん、最近の,そのまあ景気の動きとか、うん、まあ例えばそのマーケットの動きというのは、どうなんでしょうか、まあ、大きな流れで言いますと、やはり日本人の旅行形態は団体から個人へシフトしていってますし、はい、こう旅行会社が組んだこう出来合いのパッケージツアーから、まあ、自分なりの興味を持った、あのもう本当にいろんな歴史に興味がある人が。はい ここののお寺に行きたたいいととかか、はい、アニメのファンが聖地巡りをし旅行の目的が多様化していってるので、でね、あのどちらかというと、旅行会社が含むこの出来合いのパッケージツアーというのは、少しずつ今減る傾向にまあ,あるんですね、はいはい、それから、ことスキーということに関しては、やはりこれもレジャーの多様化の影響で、えーえー、スキー、スノーボード人口自体がやはりその一番ピークだった頃に比べると、だいぶ減ってるんですね。またその 高速道路が延伸したり、RV 車が普及したりしてるんであの、バスに乗らずに、もう年配の方は自分の車でスキー場に直接行っちゃうと<ー>、うん、いうこともあって、このスキーツアー自体はやはりあの減少の傾向だと思いますね、はい、それぞれの,そのツアーのによって、特に人気となるその客のターゲットというのがあると思うんですけど、ええええ、スキーの場合はどういった方がよく利用するあの商品になっていたんですか、はい、もうスキーツアーに関しても圧倒的に若い方。 はい、主に大学生ですね、あ<ー>これはあの、一つはやはりその比較的年配の方はもう自分の車で行っちゃうと、はいまあ、今回、くしくもその薄い峠のバイパスで事故が起きたわけですが、以前はあのバイパスさえなくて。 さらに高速道路もなかったので、<ー>薄い峠を越えて冬場に長野県のスキー場に行くってたなかなか一般の方が自分の車で行ったのはすごくハードル高かったんですね。はい、でも今まあ高速道路ができたので年配の方はもう自分の車で行っちゃうって。まあいろんなタイヤもねあって雪にちょっと地震が出るみたいなものもあったりする感じでね。なのであのスキー場まで車で行くってすごく今簡単になっているので、はい、そうなるとあのスキーツアー、スキーバスツアーのお客様っていうとまあ。 比較的、体力に余裕があって、うんえー、で、うんああの、車の、まあ、若者の車は、どこに言われることもあるように、まあ、車はあまり持ってなくて、うん、で、あとそれから、まあ、今回あの、ニュースとか見てて、すごくあのいたたましいんですがやっぱり。 何人もで一緒にゼミでとか、ああいうふうに何人も休みを合わせてスキーに行くっていうと、大学生がやっぱり中心かなっていうことですねそうですよね、やっぱり学生でバイト代からか出せるぐらいだけれども、でもものすごい安いかというと、それなりの金額にはどうしてもなるというものとして参加するわけですよね、確かに最近ですと、チェーンも昔よりはつけやすくなったりと、個人のドライブの状況も変わってますからね。そうする バスツアーの意味も変わってくるとちなみにこのバスの事故、えー、特にこの貸し切りや観光バスの事故というものは、はい、数としてはどうなんですか、えー、あの全体的な統計では決して極端に増えてるわけではないんですね、はい、あのさほど変わらないんですが、このところ、大きな事故がここ数年続きましたですね、えー、2008年かな、大阪で、これもスキーバスだったんですが。えー えっと、非常に若い運転士さん、これは社長,さ社長さんの息子さんが運転してて、その息子さんが運転して、その弟さんが社長さんとして隣に乗ってて、はいで、お兄さんがちょっと居眠りしたらしくて、弟さんが亡くなったっていう悲しい事故がありました、うんね、はそれから2012年に、はい、これは記憶に新しいところですが、えー、関越道で。はい 大きな事故がありました、はい、だってこの2つの事故は貸し切りバスのまあここ数年でのもう非常にその誰もが妖怪の人間は誰でも忘れられない大きな事故でしたね。はい、はい 増えてるわけではないということは、減ってはいるということなんで決して統計的に減っているということでもないですほど、今、事故全体は減少傾向にはあるじゃないですか、交通事故そのまま貸し切りバスの台数が今、すごく増えてきているので、規制緩和があった経過が、なので、そこまで考えると、ちょっといわゆる難しい言葉ですけど、有意な差はないって言葉になるんですが、すごく統計的にこんな変化というところまではいってないっいうところですね。なるほど たまたまその母数も増えているから、件数として増えているけど、なんか事故発生確率みたいなものが、その業界で上がってるわけだからそういとそころを、運行の距離,距離に合わせて出さないと、事故のデータってこう、うん、公平でないので、今、ねうん、ちょっと、こうですっていうほどの差はないって感じですねそうしたところは、まだ差がないし、あのそうしたところ、よりあの適切に対応するために、今回の国交省の調査などが適切に使われる必要があるということになるわけですね。はい